日田市によりますと税務課の27歳の男性主任は今年3月中旬からのおよそ2か月間に316件分の住民税の課税額を確定させる事務作業を放置していましたこれにより合わせて1000万円ほどの課税漏れなどが発生していて市は減給10分の13ヶ月の懲戒処分とし男性主任はが願退職しました 事務作業は男性主任と係長の男性が2人で担っていましたが5月から係長が体調不良で休職したため2週間ほどは1人で処理をしていて男性主任は遅れを取り戻す作業に追われ放置してしまったと説明しているということです。